大野島、大拓馬は、福岡県大川市と佐賀県佐賀市にまたがる三角州。筑後川の再下流にある島。福岡県側と佐賀県側とで名称が異なる。島の北半分を大野島と呼び、南半分を大拓馬と呼ぶ。本校では、島全体について記述する。辻人成の小説、白仏の舞台であり、山田隆史の小説、キラーレ。 マツコの一生の主人公、川尻マツコの出身地でもある。大野島開拓の石踏県境の水路、通り芝区子川は大量の土砂を運搬し続けており、過去数百年の間にも流れを少しずつ変えてきている。16世紀頃までに、区子川の河口には2つの三角州が出現した。北の三角州は、お島、または、平尾島と呼ばれた。南の三角州は、 天正年間までは松枝沖とされ、慶長年間非膳国絵図という地図にもなく、やがてメ島と名付けられ、開拓も始まった。しかし、柏の柳川藩と佐賀藩は両党の領有をめぐって対立し、最終的には柳川藩が大野党を領有、佐賀藩が大拓馬党を領有することで決着した。これは、商法の時代に、 松平伊豆守るの調停によって決まったとされるが、他にもいくつかの説がある。だが、当初あった二つの三角州の間にも、さらに土砂の堆積が続き、二つの三角州は、陸続きとなって一つの三角州になった。陸続きとなってからは再び領有が争われたようだが、筑後川の上流から三手倉を流してそれが漂着した、地点を境界にすることで決着したらしい。 この時決まった境界には、通り芝という水路が改作された。廃藩地県の際には、半境がそのまま継承されて、現在は三角州の中央を北西から南東に斜めに県境が走り、北が福岡県、南が佐賀県となっている。郷土王の島村市によれば、一つの島が二半二県に分かれているのは、 日本全国の3000余の島々中唯一のものらしいとしているが、実際には、瀬戸内海の大土島、石島、鴻島などいくつかの例がある。東側を筑後川、西側を支流の早津江川に囲まれている。筑後川に、新田大橋、早津江川に、早津江橋と、川添大橋の3つの橋がかかっている。地形は、全域で平坦。大野島、 大卓馬の地図。派遣が県境。福岡県の大野島は以下の地区で構成される。また、佐賀県側の大卓馬は以下の地域で構成される。ただし大卓馬1区、2区、3区、4区北、4区南、5区、6区、7区,区、8区、9区、10区という11の行政区が制定されており、下記の地域名ではなく行政区名を用いることも多い。 筑後川総合運動公園山口家住宅、松枝神社福岡県側佐賀県側大野島の歴史は開拓以来約400年である。開拓当初は平尾島と呼ばれていたらしい。農業春から秋は島全域に広がる水田で米が栽培され、イチゴなどの生産が盛ん。水産業、有明海苔の産地の一つであり、海苔の養殖が盛ん保育園幼稚園小学校。 中学校島内に中学校はない。大川市の中学校学区は市立大川霧江中学校。幼稚園小学校中学校島内に中学校はない。佐賀市の中学校学区は下地川下副中学校。最寄り空港は福岡空港または佐賀空港。佐賀空港からはタクシーで10から15分。約2500円。 地域高規格道路、西鉄バススクルメにより、以下の2路線が、それぞれ1時間に1本程度運行されている。これらのバスを使って駅から行く場合は、以下の3通りの行き方がある。佐賀市営バス廃止路線佐賀市営バスによって、早津江橋経由で以下の路線が運行されていたが、20年以上、前に廃止された。客中の転居、主な執筆者、返産者順。 本文の転居ではない資料、発行年順、ありがとうございます。